京中京中生誕の否定地天ヶ崎市立、中央図書館南側京中元六十四年一月二十五日は、江戸時代中期の新言衆の僧であり、古典学者、摂津国川辺軍天ヶ崎で生まれた。尺京中とも、属性は、下川氏、字は空心。祖父、下川元吉は、加藤清正の家臣であったが、父、 全米も当然は250国の天がさ藩士から、老人となったため、8人の子は長男を除いて、出家した利用士として、家を離れざるを得なかった。第三子である慶中は、幼くして11歳で、摂津国東成軍大、今里村の妙法寺の定めに学んだ後、高野山で、東方委員会権に支持し、古武勘定を受けあじゃりの、位を得る。 ついで摂津国西成郡聖光津村のマンダラインの十字となり、その間に、下神戸潮流と交流し、学問的な示唆を受けるが、俗務を嫌い、機内を遍歴して、大和国の長谷寺にいたり17日間も、絶食年寿し、室宇寺では37日間、命を捨てようとしたほどの激しい練り行をした。高野山に戻り、円通寺の開園に、菩薩会を受け、その後、 泉国泉郡食い村の辻森義幸や同群万町村の福祉や手義方の下で、仏典、漢石や日本の古典を数多く読み、執旦研究も行った。遠方5年に延命寺、佐藤紫子に暗流勘定を受ける。遠方7年に妙法寺の十字となると、以後亡くなるまで古典の研究に急しんだ。万葉集の正しい解釈を求めるうちに、当時主流となっていた。 金遣いの矛盾に気づき、歴史的に正しい金遣いの例を万葉集、日本書紀、古事記、源氏物語などの古典から拾い、分類した和字小乱章を表している。これに準拠した表記法は、京中金遣いと呼ばれ、後世の歴史的金遣いの成立に大きな影響を与えている。元禄三年に当時で母が亡くなったのを記として、 摂津国東成郡東高津村に炎寿庵を建立して十字となった。元禄十四年一月、炎寿庵にて六十二歳で入尺。墓所は炎寿庵にある。なお、千八百九十一年に聖四位を追蔵されている。和歌の裏に至らぬまでも、木の国や心なくさの山と、ことの葉、徳川光国から移植を受けた、万葉大正期をはじめ、高岩章。 古今余罪賞、聖合九段、源の中州医、百人一子改め勘賞、和事賞乱賞など数多く、その学籍は、実証的学問法を確立して、国学の発展に清し古典家。大町慶月、慶中和砂利大日本図書株式会社、1897年、31p。和塩純教、造帝、日本仏家人名辞書東京美術。 1992年 233p。友ものよもぎけい、近世紀人伝ありとも堂、文庫。1914年 257p。和しお純教、造帝、日本仏家人名辞書東京美術。1992年 233p。女23人および、事例、官報1891年12月18日、大田南保、半日間は、 吉川博文館1927年292ページよりありがとうございます。